漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はチンピラ、立原あゆむ先生の作品です。連載期間は1997年から2006年かな、週刊漫画娯楽で連載されていたようです。 LINE 漫画で全話読みました。単行本では全30巻です。で、その単行本の発売日から1997年から2006年くらいに連載されていたんじゃないかなってことです。で、詳しく知ってる方いたらコメントなどで教えてください。本気と書いてマジと読む、あの人気漫画を書いていた立原あゆむ先生の作品です。説明が少ないので行間を読む必要があります。まあ慣れれば大丈夫です。あとヤクザ漫画なんですが、非常に繊細で詩を読むような味わいがあります。ラストは先ほど言ったマジの主人公と巡り合うんですが、こういうクロスオーバーってテンション上がりますよね。ちなみにありえないくらい主人公のオサムがモテて、どんどん女性と性行為をするので、それを受け止められない人も読みづらいとは思います。個人的には余韻が残るとてもいい作品でした。興味を持ったら弱虫と書いてチンピラ読んでみてください。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。